皆さんこんにちは、ゆっくり将棋情報局司会の霊夢です。ツッコミ兼解説のマリサだぜ。ツッコミ兼解説のマリサさん、本日もよろしくお願いします。おうよ。では早速、本日の話題に移りましょう。サムネ撮影も楽じゃないわね。気にするな。第80期 A 級順位戦、3回戦最大の注目対局だ。A 級におけるこの対局を、待ちわびた人も多かっただろう。なんというか、感慨もひとしおね。そう、思えばここまで長かった。両者機械トップクラスの実力者、人気実力兼ね備えた二人だからこそ、機械の頂点、A 級での対決が待ち望まれた。でも本当、ようやっと、ね。そうだ、皆までは言わないが、まさに、この将棋を見るまでは死ねない。長年の将棋ファンにとっては、そんな対戦カードなんだ。竜王のお仕事の白鳥先生も、ワクワクが止まらない感じね。両者、作品の主人公のモデルだからな。どうしても心惹かれてしまうんだろう。それで、内容はどうだったの？そうだな、一言で言えば、両者、自分らしさを前面に押し出した将棋だ。アプリの表記は角換わり腰掛け銀、だが初手先手に6歩に対し、後手の山崎八段は3に金、と様子を見る姿勢。初手に金上がりは山崎八段らしいてね。そうだな、手を進めながら相手の様子を見る、山崎八段がよくやる手法だ。そこから角換わり、まではわかるんだけど、なんだか3に銀じゃなくて金がいるわね。ああ、これも山崎八段らしい手だ。他には、佐藤康光九段も見せる場合があるな。天衣無縫の棋風ではよくあるのか、形としてはあまり良くないように見えるが、ここから金を引いたり、あるいは中段に出して防波堤にしたり、自由な変化をつけやすく、相手の研究を外す狙い、そして自力が物を言う、力戦模様にねじ込む方針だな。他にも、2筋の交換から銀冠無理にも変化できそうね。そう、しかしそこは山ちゃん、そんじょそこらの発想では追いつけないぜ。というと、戦闘開始時点の形がこちら。何これ知らぬ、存ぜぬ、よくわからぬ。とりあえず上部に手厚く構えた形で、飛車の攻め筋、2筋と6筋に金駒を集め、固く守りながら仕掛けていこう、という意志は感じたな。そうね。でもなんだかすごく扱いが難しそう。そう、それは先手の糸谷八段も同様、下手に仕掛けて返されてはひとたまりもない。なので慎重に、隙を作らず丁寧に、山崎八段の猛攻を裁く方針を採用。だが序盤の悪形が、力戦の中でも見ほぐされ、次第に後手ペースになっていく。おお、一枚一枚囲いを剥がされ、ピンチかと思われた糸谷八段だが、105手目、力強く勝負手を放つ。この44系から一気に先手ペースになるんだ。あれ？ただやん。そう、ただだ。だが、ここから同銀とした場合。続く56系が銀取りになり、しかもその先に後手玉がある。これはかなり厳しい手ね。だが、実はここはチャンスでもある。この銀取りを応じず、金を取り込み、続く銀取りに対して後手に2玉、とすると、先手の持ち駒に金や飛車がないため、非常に危ういが、詰みづらい形になる。確かに、でも、本当に詰めろ一歩手前という感じで怖いわね。そう、なのでそれを嫌った山崎八段は、桂馬を取る前に2二玉、と避ける選択をした。まあ、この後の展開を考えると当然よね。が、実はこれが糸谷八段の狙いで、この桂馬の拠点を生かし、一気に大攻勢。結果、125手で山崎八段が投了。糸谷八段は今季順位戦2勝目、山崎八段は3連敗となったな。あら、山ちゃんは残念。でもダニーが勝って嬉しいわ。そこは本当、表現しづらい複雑なところだ。山ちゃんは上がったばかりで順位が下だから、ここからどうにかして残留してほしい。本当に、そしてどうせなら、ダニーはこのまま名人挑戦してほしいな。そうなったら嬉しいわね。さて、とりあえずは投了図以下を確認してみようか。合駒という分岐もあるが、わかりやすく逃げルートだ。23金。42玉。22飛車なる。何でもいいので合駒。どういう？51玉。最後は頭金ね。なんというか、勝負手の場面も、この人ならこう指すだろう、という、お互いに理解しているからこその一手だった気がするな。ふむ、そして何より、一局を通じて全てから伝わってくる、気は対話なり、を表すようなやりとり。これは今期だけじゃなく、今後も同じ舞台で見ていたいよな。他の兄弟弟子の方々とは一味違った。このお二方だからこそ、そう思える部分もあるわよね。そうだな。なんとも言えない考えにふけってしまうな。うん、本当に。というわけでそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。両つべをご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方は、いいね、フォローお願いね。
それではまた会う日まで、バイバイキン。